はい、おはようございます。おはようございます。始まりました、佐野明のラジオ第2回。2回ね。はい、いいんじゃない。前回は、佐野明の佐野さん、佐野健の自己紹介パート1をやりましたけど、終わりませんでしたね。前回は幼少期、学生時代編みたいなところをお話ししてもらったので、ね、まあ、今日はその続き。 OK です。じゃあ早速な感じ、早速いきますか。結局旅出てないよね、まだ。旅出てないですね。旅出てないね。そう、大学あれだよね、アメリカの大学みたいな話までしたよね。大学、そう、で、ダメで。はいはいはい。で、大学戻ってくらいよね。うんうんうん。そうそう。まあ、大学にギリギリ受かりまして。はいはいはい。で、まあ、通うんだけど、もともと高校が、前回もちょっと話したんですけど、高校が結構自由な感じだったから、うん、大学で遊ぶとか、大学ではっちゃけるっていう気持ちは全然なくて、まあ、どっちかというと勉強、いろいろ勉強したいなと思っていくと、まあ、他の人とはあんまりテンションが合わずにですね、うんうんうん、まあ、授業の内容も、まあ、今思えばもちろんなんだけど、あの基礎とかさ、はいはいはい、講座でさ、まあ、あんま面白くないわけですよ。うん、で、うわ、やっぱつまんねえなと思って。どうしよう、はい。大学は何学科みたいなやつ？俺、歴史学科なんでね。歴史学、日本史学っていう。歴史学科なんだ。うん。ね、アメリカの大学とか行ってるのさ。確かに。なんかね、でもそのアメリカの大学がダメだったときに、なんかふと、あ、俺、日本全然わかんないなと思って。うん。それでね、そういったとこも受けたんだよね。うんうん、まあ、受けた中の一つなんだけどさ、がたまたま受かってさ、まあ、行ったっていう感じなんだけど、そうで、つまんないなと思って、いろいろバイトしたり、バイトはすごい楽しくて、うんうんうん、単純にいろんな世界も見れるし、まあ、お金も入ってくるからさ。はいはい。でバイトは楽しくて、本当いろんなのやっててさ、逆に1年に1回は定期のバイトも変えようと思って、うんうんうん、第1の時は、塾の講師と、あと、うんうん、働いて、で、2年の時はユニクロ、うん、働いて、で、一周行って帰ってきた後は、でもいろいろやったな、3年生をね、勉強したいと思ってバイトしなくて、単位がさ、全然取ってなかったから、3年生。で4年生は上野のね、なんか老舗レストランみたいなところでちょっと働いて、いろいろやってるね。うん、合間に本当にちょい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 さ、フィギュアのチケット盛りとかさ、はい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 、もう本当いろいろやってね、TOEIC の講師もやったし、日雇いも行ったし、うんうんうん、で結果やったんだけど、まあ、2年生になった時に、2年生のね、夏に1ヶ月、語学留学で、はいはい、英会話学校に行ってたのよ。今あんのかちょっと分かんないんだけど、ジオスっていうね。はいはいはい。分かる？なんか、うんうんうん、ノバと EU、うんうん。で、そこの渋谷校に通ってて、で、その中のプログラムで1ヶ月間、現地の学校に行って、勉強ができるよっていうのに行ったらすごい楽しくて、うんうんうん、やっぱいいなと思って、うんうん、で、まあ、ちょっと英語も喋れるような気持ちで帰ってきたらさ、うんうん、すぐ忘れちゃうし、1ヶ月だから忘れちゃうし、生活もすぐ元通りで、でまたさ、また例のモノクロの日々に戻るわけですよ。出た出た。で、大学辞めようって決めたら、はい、前回話したよね。なんか
本池袋でさ、うんうん、で世界一周に行くことになるんだけど、で、まあ、世界一周チケットっていうのを使ってこう半年間ね行くことになるんですが、はいはい、最初の前半って話したっけ、あのヨドバシ、ヨドバシでバイトしてた、半年バイトして、9月6日に、出発して、最初アメリカね。はいはいはい。ついに旅に出ます。アメリカ。世界一周の旅に。うん。そう、もう一回流れ言うと、アメリカ、うん、南米、で、一瞬、スペイン行った後に、そのまま、あの南の方にね、行って、アフリカの北の方行って、はいはいはい。で、また、スペインに戻ってきて、ヨーロッパをバーッと横断っていうのかな、うんうんうん、中東、オーストラリア、アジア、日本っていう感じで、はいはいはい、入ってくるよっていう感じかな。これは半年間だっけ？半年、ほぼほぼピタピタ半年だね。9月6日に出て3月2日に帰ってきてるから、ピタ半年間。なんかこれが20歳。二十歳から誕生日が2月1日だから、現地で大体、21。はい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 。時ね。で、ぐるっと回って、なんかね、一個テーマがあって回った時に、うんうん、いろんな仕事をしてる人を見るっていう。ほう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 。というのもさ、やっぱ2年生終わるとさ、次3年生って、まあまあ、就活とかがちらついてくるわけよ。うんうん。たときに、あれ、俺、このまま行くと、なんか、わけわからず、就職して、なんか、そのまま、うーっと流されて終わっちゃうなっていう、すごいして、やりたい仕事みたいな、職業みたいなのなかったし、うん、やりたいことはいっぱいあったね。やってみたいって。でも、それをどう職業につなげたらいいか、全然わかんなくて、うんうんうん。で、周りの大人に聞くとさ、いろんな生き方してる人がいるよ、とか言われるんだけど、でも、そう言ってくる人さ、みんな同じような人。確かに、うん、個性的な人そんなに周りにいなくてさ、うん、で本当かなっていうのをちょっと見たかったっていう、はい、あ、なるほどね、うん、って言ったら本当にさ、まあ、働き方もそうだけどさ、うん、なんか生活の仕方もさ、服装もそうだしさ、うん、いろんなのがあるなと思って、で本当になんだ、あ、どうやっても生きていけるなみたいなのを感じたのが一番大きかったかな。そのどうやっても生きていけるなって感じた何かの、その、うん、どっかの国での何かとかっていうのはなく、もう一周して、そうだね、そう感じることがちょいちょいあったっていう。なるほどね。そうそう、それこそさ、まあ、仕事でもさ、日本帰ったらさ、まあ、その頃そのユニクロやってたのに、うんうん、だからユニクロバイト募集してるしさ、ね、あの、ヨドバシ戻ればさ、まあまあね、まあまあ、下手したら、いい給料でさ、いい給料がさ、入ってくるしさ、まあ、どうにでもなるなっていうところを感じたね。うんね、あ、こんなの仕事になるのっていうのをやってるような人も結構ね。はいはいはい。なるほどね。一個、あの、体重計屋さんっていう人がいてさ。これちょっとね、これ場所がちょっと曖昧なんだけど、多分ね、トルコだと思うんだけど、なんか道端にさ、こう体重計、はいはいはい。の前、体重計置いてあってさ、こうやって、ボーン、ボゲーってさ、ボン。何みたいな、ね、体重測って1回いくらみたいなのやってるんだよって、マジでっすごいな、それ、ね、そういえば一周出てから体重測ってねえなじゃあ安いね、もうね、そんなレベルなんだけど、で測ってみたらさ、俺120キロくらいでさ、え、マジね、俺細いからそんなわけ絶対取れない、でもそれでね、商売してるわけじゃん。確かに。何でもできるね、確かに。はいはいって言われたときに、あれ、ちょっとなんか仕事に対してすげえなんか、考えすぎてたかもなっていうのもあるし。確かに、確かに。
いろんなね、なんとなくさ、うん、とかさ公務員とかのイメージしかなかったけど、その、うん、でもね、体重計算だってあるし、タクシー運転いっぱいいるじゃん、なんか、うんうんうん、そういうなんていうの、本当にいろんなことをして生きて、働いてるっていう人、うん、本当に毎日、うん、でさ、あ、こういう働き方もある、でもね、一見つまんなそうな仕事だけど、すげえ楽しそうな仕事をしてたりするじゃん。うん、そういう経験がポン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 あって、そうだね、あ、これは大丈夫かなと思って、帰ってきたんだけど、うんうんうん、一つだけもう一個話すと、うん、俺そのアメリカの大学も行きたかったし、うんうん、そのままね、海外で働くっていう選択肢もあったの。はい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 。そのまま海外に居ついちゃうんじゃないのかなと思って、行ったんだけど、なんかいろんなとこ行けば行くほどさ、やっぱこう日本人じゃん、うん、いろんなとこで、あれはね、日本の援助で作られた橋なんだよとか、あ、はいはいはい、人の方にこれよくしてもらったんだよとか、うん、嫌な思いしたことって一回もなくて、うん、もちろんね、差別みたいなのあるよ、やっぱりちょっと、うん、方と黄色人種とっていうのは、そういうのはまああるけど、うん、なんかね、日本人って聞いた瞬間こうなんか優しくなって、うんうん、で、あ、じゃあ俺はそんな、なんかすごいやっぱ自分の国で働きたいなって思って、うんうんうん、それで帰ってきて、じゃあこっちでちょっと働こうって、はいはいはい、ありますね。なるほどね、まあ、これあれよね、もう旅の話は、うん、もうどっかでがっつりちょこちょこ、そうだね、ちょこちょこ小出しにしていくしかないね、うん、今ね、ちょっと思い出してきたらね、これやばいだから、まあまあ、まあ、そんな感じで帰ってきました。はいはいはい。そうそう、で、意気揚々と帰ってきてさ、うん、そうしたら帰ってきた世界がさ、カラフルなわけですよ。おお。同じ渋谷もね、カラフルなわけですよ。色がつきましたかちょっとね、調子乗ってたって多分あってさ、まあ、それで、まあ、3年生勉強して、うん、分かんなかったから、ちょっと勉強せなと思ったらさ、世界一周行った時にいろんなところで体験を得るじゃん。うん、で、あ、こんなのがある、こんなのがあるんだって言ったところ、しかも歴史学科だからさ、海外の歴史とかさ、そういう講座もあって、はいはいはい、受けると、その実際見た体験が知識として大学にあったんだよ。うん、その時見たあれは、あ、こういう経緯で、こういう流れで、こういうふうになってるんだっていうのが、学ぶことがめちゃめちゃ思ったんだと。そういうね、なんか、1、2年の俺は気づいたとか、はい、なんか大学生っていう特権とか、そういうのに、ね、気づいたっていうのもあって、うんうんうん、面白くなったんだよね。3年生でね。ゼミとかも始まったし、ちょっと深い。1学年、学年がずれるから。はいはいはい、そっかそっか、うん、そしたら仲間もね、そっちの方がね、気があったんだよね。うーん、っていうのもいろいろ、本当にいろいろ良くなってさ、で4年生で就職活動を一応して、うん、こう迷ったの。いや、もうフリーでなんかやっていこうかみたいな、うん、なろうかとかさ小島でダイビングのライセンスとかやろうかとか、はいはいはい、1回しかないし、新卒、うん、まあ、やってみたら結構楽しくてさ、就活も、うんうん、まあ、知らない企業のとこ行ったりさ、うんうんうん、できるから、で、まあ、なんやなんやって旅行会社に就職を して、うん、感じだね。仕事編さっとだな旅行会社にしたのは、うん、やっぱり旅の影響がっていう。もちろんそれもあるね。やっぱり面接してるとどうしてもその話になるから、はいはいはい、まあまあそこに興味持ってもらって採用してくれる企業ってやっぱりね、旅行系とか結構ベンチャーとか、うん、はいはいはい、固くなくてちょっとチャラチャラした業界確かに、うん、多くてさ、出版とかも受けたんだけど、あの、うんうんうん、方作ってるところとかさ、もう結局最終とかまで行ったけど、まあ結局受かんなかったし、うんうんうん、
あと単純にね、なんか楽しそうだったのね、社員さんが。それ大きいね。うん、楽しそう、なんか明るく元気みたいな感じだったからさ、あ、なんかその方がいいかなと思って。うんうんうん。明るく元気にはなるけどさ、まあまあ、まだ働き方なんちゃうも言われてないしさ、まあまあ、激しい感じでさ、はい、もう1年目でバッキバキにおられてさ、仕事あんまりできないって思って、もう今でも覚えてる、その時の上司にさ、何もできなくて、何やってもうまくいかなくてさ、もう成績は上がらないし、残業は多いし、問題は多いし、でもお前は100がやって一理なしだって言うのめっちゃ思っ砂糖じゃん。ずっと一緒みたいな。全部みたいなやっててさ、俺吸わないんだけど、さ、ちょっと呼ばれてさ、お前、卵と一緒だよ。だから、からもうやめようとか思ったんだけど、うん、1年目の冬くらいに。うんうんうん、このままやめるの悔しいなと思って、一発なんか成果残してからやめようと思ったら、2年目の頭くらいからうまくいくようになって、結局やめずに済んだので、そこからはまあまあ、結構、ポン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 、さ、調子よくやらせてもらって、なんかこうね、部下を持つ立場とかもやらせてもらって、やってたけどね、で、結局8年間。長いね。長い。ちょっとやりすぎたね。8年間やって、そう、ただ間にね、半年くらいお休みがあって、4ヶ月くらいかな。というのも途中で結核になってさ、肺結核になって、その結核自体は大したことなかったんだけど、うん、さ、熱が、夜になると熱が出るのよ。なると治っちゃうからさ、会社行かなきゃいけないんだけど。そっか。で、夜帰ってくるとってあるから、まあ、ちょっと休みの日検査行ったら、その結核の疑いがあるって言われて、うんうん、ちょっとだけいると。まあ、ほぼ外にも出てないし、はいはいはい、いるはいるから、うん、いろいろしましょう。だから会社も行っていいですよって言われてさ。今のコロナみたいですね、2週間くらい一応検査で出て、うんうんうん、だからちょっとお休みもらって、で、結果出たって言ったら、あ、会社行っていいですよって言って、じゃあ、行きます。で、お薬も飲みましょう。お薬いっぱい飲んでさ、10個くらい飲むのよ、なんかって、うん。5種類をね、2粒ずつくらい毎食飲むと10粒飲むんだけど、その中の1個にさ、ちょっと当たっちゃって、副作用が出ちゃって。うんうん、それで、会社行ってさ、大丈夫でした、よろしくお願いしますって言ったら2日後くらいにさ、バンと倒れて、マジ本当に来るみたいなね、になってさ、それでも熱も40度以上がずっと出て、全身が出て、もう本当に何、大事なところ以外全部出たみたいな、どんどんそれも増えていくのよ、原因不明でさ、出て怖いね。ご飯は食べれないし、よくよく聞いたら肝臓がダメになっちゃって、肝機能、はいはいはい、そう、毒素をこう分解できないから、それでこうね、不調が出てきたみたいなこと、うんうん、最初の病院だと原因不明やって言われてさ、そこから専門に運ばれたら、うんうん、そこでもう速攻さ、まあ、これはこうこうこういう理由でこうこうこういうやつなんで、こういう治療をして大体これくらいかかりますみたいなさ、その日のうちに、へえー、すごい、病院ってこんな違うんだと思って、一緒かと思ってたら、2ヶ月間、1ヶ月間、その肝臓を治す1ヶ月間。で、もう1ヶ月間が、まあ、一応、結核がいるから、うんうんうん、薬を飲まなきゃいけないんだけど、どの薬がどれくらいまでいけるのかっていうのをちょっとずつちょっとずつこう、で、ね、ちょっと熱出ました。はい、じゃあまた繰り出しみたいな、こう、いろいろやったり。うんうん、そうだね、70日入院したんだけど、そこでちょっと人生を振り返る感じだったんだよね、うん、70日入院で結構長いね。ないよ、ね、めったにないよね、うん、本当に10月の頭くらい入院して、退院が12月の、まあ、頭だったんだけど、うん、ち
ときはね、俺入院するとも思ってなくて、B さんで行ったのよ。まあ、パーカーでしたら B さんくらいで行ってさ、で、帰りも冬じゃん。まあ、B さんじゃっていうくらい、まあ、季節はこう変わる。確かにね。うん、あ、そっか。で、まあ、なんか入院してさ、暇じゃん。で、そこまでさ、本当に朝から晩まで働いてたときにさ、久々に、うん、雲が綺麗だなとか思いながらさ、俺はこのまま こんな感じの働き方というかさ、うん、なんか人生でやりたかったのかなって、ちょうどステップアップしてくるさ、上と接する機会も多くてさ、見えてくる。なんとなく、あ、俺10年後この人の感じ、うん、何年後この人の感じ、いた時に、うわー、いけてねーと思ったの。そう、最初はさ、もう本当に、すごい先輩がいっぱいいて、うん、もうすっげーと思って、それに追いつこうと思ってさ、こうやってたらさ、5年目とかくらいだったんだけど、いや、もうね、なんか逆にいけてる先輩がさ、まあ、辞めちゃったりとか、うんうんうん、行っちゃったりとかもあるんだけど、で、いなくてさ、あんまり。うんうんうん、1人とか2人しかいなくて、もう下手したら、あれ、俺が一番いけてんじゃねっていうくらいに、ね、くらいだったの。まあ、勘違いなんだけどさ。いや、そう思って、になってた時にさ、うわ、なんか嫌だなと思ってた時に体を壊したんですよ。なるほどね。なんかね、神様にね、うん、よって言われてるような気がしたんだよね。だから、その時、あの、入社した時にここまで行きたいっていうステップがあったんだけど、うん、このね、オファーが来てたの、ちょうど。で、えっと思ったんだけど、なぜかもやっとしてて、うんうんうん、でもやっとしたら倒れたから復活した後はそれ断って、うんうんうん、ちょっとまだ体調があれなんでっていう理由で断ってね、やったんだけど、結果その後2年間くらいやって、うん、ね、そこをイメージしてたよりも、あのね、理想に近い仕事ができたの。できたらいいよねって、でもここまで時間かかるよねっていうのが、なんかいろいろあって、俺の上の人がいけてないとか、いけてなくて、仕事が俺に降ってきて、で、結局、役職は違うけど、俺が実質こうやれてとか、経験できて、うん、それで、まあ、辞めたんだよね。あ、もうこの会社でやることないなっていうのと、うん、あと、嫁と、ちょっと海外行きたいねっていう、うんうん、あとは辞めてもフリーでこう旅行の手配とかができるシステムがね、ちょうどね、なんか先輩がそんな部署やってて、うんうんうん、初めてて、で、サンジャー一緒にやろうよって言われて、え、これできるじゃんっていう、こう見て、うんうんうん、一緒に来たのよ、ボンと。なるほど。でも、あ、これはもう辞めるしかないなと思って、こう辞めたのが2019年の4月。っていう感じだね。すげえザクザクっと。あ、でも結構その社会人編も面白そうね。社会人編ね、めっちゃあるよ、話すこと。本当に、ね。1年目ちょっとさらっと話してるけど、もう全然あるし、うんうん、2年目、3年目、多分、まね、あるある。あの、プライベートの記憶は一切ないんだけど、うん、まあ、仕事の方はあるね。なんかそこも、で、まあ、旅行業っていう、ね、仕事もいろいろ聞いてみたいし、ね、実際どういう、ね、内容の業務をやってたのかとかもね。まあ、本当ざっくり言うと、あの、みんなが思う旅行会社の人、お店にいて、うん、行きたいんですけど、分かりました、どなたにしましょうかっていう、うん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 、基本的にメインだね。はいはいはい、いや、なんかね、いろいろ聞きたいことはまた出てきましたけど、うん、そうだよね。でまたいい時間になってきました。そうだね。一応ね、俺の時間で7時30分ピタに今話し終わったんだけど。おお、さすが。最後前にね、ちょっとね。そうだね。まあまあこんなもんかな。うんうんうん。まあ、それかもうちょっと今日延長するか、少しだけはっきり。いいよ、全然。大丈夫、大丈夫。ハッキーが聞きたいことだけちょっと答え、パッパッと。そうね。ちょっと3分じゃないよね。
3回目はない。俺いらんから、そうそう。そうだね。まあ、今の暮らし、うん、まあ、社会人のそのね、旅行会社時代も、まあ、まあちょいちょい今後深掘るとして、うん、今ね、こう、その会社員時代から結構シフトしたと思うんだけど、うん、まあそのね、会社員時代に感じたこととかもいっぱいあったとは思うけど、まあ、今どういう感じの、まあ、暮らし方をしてって、まあ、それがなぜなんかそういう、まあ、仕事辞めて今の暮らしにどうシフトしていったかみたいなところだけなんか今日聞けるといいかな。最後ね、うんうん、現在にかけてみたいな、うんうん、OK です。そう、今は結論から言うと正直ね、旅行の仕事ができないから、うん、まあ、本当に友達のバイト行かせてもらったりとか、近くでこうね、バイトしたりとか、でバイトで暮らしてるから、主婦だね。一言で言うとね。うんうんうん、まあでも、今年の1月からね、ギャップスタジオっていうのを、ちょっとね、自分のブランドを作ってさ、うんうんうん、けど、まあ、主婦ですって言ってるかな。うん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 、でここまでに来る流れだけど、2019年の4月に、うん、会社辞めて、うん、とか辞めてから1ヶ月くらいだっけ、それこそさっき挙げた3つの1つの、嫁と海外行き、うんうんうん、ちょっと行きたいとこぐるーっと回って、帰ってきて、まあ、5月くらいから、本格的にその旅行の手配の仕事をやり始めて、はいはい、言うとお店でやってたのをお家でパソコンを使ってメールとかやり取りをして、どこ行きたいですか、ここを行きたいです、うん、予定どうでしょうみたいなこうやり取りできるような、ね、仕組みなんだけど、まあそれを1年くらいやってさ、うんうん、で、まあ、これ結構いけんなと思ってきたときに、翌年だから2020年の春だよね、に、まあ、コロナが、うんうんうん、でその前のタイミングで2019年の7月7月にもともと東京に住んでたんだけど、嫁のね転勤でこっちの湘南の方に、富士山の方に引っ越しをすることになって、うん、ちょっと行ってたからさ、新宿に行ったらね、なかなか振り切ってそこまでは越せないけど、確かに。横浜とかさ、川崎とか、うん、そうだ、中間を取ってみたいな。だけど、俺大好きだったから、この地域もともと。じゃあもう振り切ってそっちに移住しようって来たら、ほんとよくてさ、うんうんうん、海も大好きだし。だからそのお仕事が家でできるようになったから自由にさ決められるから、はいはい、ついにサーフィン始めてみたりさちょっとグラグラ行ってみたりとかさ、うん、あとやっぱ暮らしにコミットができるようになってさ、あの料理、うん、食べ物もそうだよね、うんうんうん、食べる、ちゃんと寝る、起きる、暮らすみたいな、うんうんうん、ちゃんとするとかさ、そういったとこにコミットができるようになってて、で、その2020年の春に、あ、コロナが、うん、まあ、俺の仕事は、まあ、なかなか難しくなっちゃったんだけど、逆に、嫁がさ、テレワークになったわけ。うん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 。ね、だからそうすると、お家にいるじゃん。そうすると、暮らしをね、だいぶこう、コミットできるようになってきた俺と、はいはい、で、テレワークでいる嫁。うん、そうすると、毎日がさ、二人でこう、生活を作れるようなさ、改めて言って初めてかもしれないね、結婚してから。うん。仕事でさ、本当に1週間のうち1回も会わない時もあったし、うんうんうん、平日休みだし、帰ってくるの遅いし、うん、なんだけど、もう初めてくらいさ、こう、朝から晩までさ、まあ、一緒にご飯食べたりとかさ、そういうのができて、あ、これだなと思ったの。こんな生活でいいのかと思ってた、その俺へのこと、うん、これだと思った。なるほど、うん。やっぱこう日々の暮らしみたいなさ、うんうんうん、日々あ楽しかったなと思えるのが俺、うん、やっぱり大事やなと思ってさ。はいはいはい。まあそれに気づいたこの期間かな。うん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 。ハード面はさ、やっぱまあまあしんどいとこあるんだけど、うん、ね。こうだしさ、ちょっとああみたいなさ、だけど、
ソフト面はめちゃめちゃ良くて、そのうんうん、そうだし、あとはあのいろんなさ仲間とか、うん、それこそアッキーと出会ったのも、うん、その頃だし、まあ、いろんな人と話せるような、うんうんうん、ないしあの昔の友達、高校時代とかさ、うん、あのまた連絡を取ったり、オンライン飲み会とかさ、苦手なんだけど、まあ、最初やってみるじゃん。はいはいはい、一応、お久しぶりみたいなさ。うんうんうん、するとその なんていうのかな、ソフト面がすごい充実してきて、うん、心の平穏みたいな、うん、体の平穏、うん、取り戻してきてさ、だからもう、うん、あの一つ言えるのは間違いなく毎日が楽しくなったっていうのは、おお、いいね、もうマジ最高よ本当に、すごい、うん、今も今日もね、うん、そうそうそうっていう感じで答えになってるかな。大丈夫。あれよね、まあ、そもそもなんかあの、うん、僕と佐野健のねきっかけとなったその四角大輔さんのオンラインサロンの話とかも、そうそうそう、どっかで入ってくるじゃんね。そうそうそう。それに入ったのは入院の後なのよ。退院後にその入院してた時にその四角大輔さんの本を買ってたんだけど、うんうんうん、嫁にさ家から持ってきてもらって本とかいろいろ。で、その中にあって、うんうん、その時に読んだらいいなと思って、なんかそのオンラインサロン募集してるみたいなのがあって、はいはいはい、退院して、ちょっと落ち着いた、まあ、翌春くらい、うん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 、そう、入会をして、まあ、ゆる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 と。何事もね、続けるのも大事だな、うんうんうん、まあ、あれだね、そこの話はまたちょっと、うん、ね、一回、その回を作った方がいいよね。うん。きっと。まあ、それ多分お互いのね、話が。そうね。できるからさ。そうそう。まあ、一応ね、二人のきっかけは、まあ、うんうん、こんな感じかな。なるほどね。いや、でもなんか、聞けば聞くほど、もっと聞きたくなる感じはしますね。よかったよ。まあ、でもあれか。とはいえ、今日はこの辺にしますか。まあ、うん。うん。で、まあまあそうね。うんうんうん。ざっくり1分くらい振り返ると、うん、昔は結構いろんなとこ行くの好きでした。はいはいはい。なんかこう、自由な校風の高校とか行ってさ、すげえ楽しいなってなって、世界行こうと思ったんだけど、ちょっと一回ダメで、うん、で、海外旅行世界一周行って、で、お仕事も旅行会社もやって、で、そこからこう、独立してやったんだけど、結局さ、やっぱりこう、なんか自由な感じが好きなんだね、きっと。うん。うん、なんかフラフラいけるさ。うんうんうん。なんかどっかね、一本、ネジはね、抜けてると思うんだ。俺、お金の面とか、関数なんとかとかは、抜けてんだけど、やっぱりね、そこに行った時に、あ、楽しいな、みたいな。うんうんうん、感じるんだなっていうのをここ最近思って、だったらそういう体験ができることをね、ちょっとこうお仕事にしたらいいんじゃない、うんうんうん、で、うん、最近やってる、はいはいはい、なるほど、ありがとうございました、はい、っていう感じで俺の会は終わるので次回からは佐野明のあきらさんの方ね、はい、一回で終わらせようかな。いや、終わる？終わんないでしょ。終わんないと思う。絶対終わんないよ。どこまで行くかな、一回で。確かにね。まあ、やってみてだな。そうね。楽しみで。じゃあ、これも、まあ、今日の様子も、YouTube と、ポッドキャストに。お願いします。はい。ポッドキャストはまだ、Spotify でしか聞けないんですけど、まあもう、あげれば聞けるので、ね、まあアーカイブもね、どちらも YouTube もポッドキャストも見れるので、自己紹介の前編が気になる人は、そっちも見ていただいて、聞いていただいて。いればね。いればね。まだね、10人も聞いてないね。うん、
まあまあそんなもんよ。3人ぐらいかな。宣伝もしてないからね。そうね。まあ、いつ宣伝するかにもよるよ。うん。まあ自己紹介終わりくらいでいいんじゃない？そうね。うん。そうしましょうか。そうそうそう。俺らのさ、ファンが聞いてくれるかもしれない。自己紹介。確かに。もうそこがピークかもしれないけど。ピークアウトがね。止まりしちゃうかもしれない。確かに。OK。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあいつものやつで締めてもらっていいですか。うん、はい。じゃあ以上第2回。はい。ラジオでした。ありがとうございます。ありがとうございました。またねー。